確かにめっちゃお父さんの顔にそっくりだわ。いや、貼ってない。でもこれ撮ったら絶対怒られる。やめてあげる。やだあれ。ねえ、ほんとにやだ。キモい。マジで無理なんだけど。助けて、ほんとに。やだ。本当にお父さんの絵嫌い。へにょへにょみたいな感じで描くからマジでキモい。あ、そうだった。8時、30分まで。ストップ。いいね、このテロップ。 激しい。最近テロップ遊ぶようになってきちゃった。どう、このテロップよくない？ ストップ こんばんは。おう、みんなちゃんと覚えてる。便発でも、便発覚えても出ないよ。もう出なかった。ひどい。あんなにさ覚えたのにさ、あんなに覚えたのにさ出ないとかいじめじゃん。あとテストで帰ってきてないのは、論評だけかな。結構もうみんな帰ってきた。いや、何も意味ない。ただ、ストップって言ったら絵文字とかたくさん出てくるから、それを適当というか押したらこれが出た。こんばんは。わわわわわわわ。ハートありがとうございます。ハートありがとう。もうあんまり触れないようにしてる。 ハートタイム。
指ハート、くだらな、ねえキモいとか言わないでよ姉ちゃん、変顔じゃなくない、変顔してた、そんなに、そんなに私の顔ってやばいんだ、ありがとうございます、いらっしゃいませいらっしゃいませハートタイムってなんかすんなり終わるよね、面白い、わーアイスだありがとう、ペロペロペロごめん気持ち悪かったやだー、また猫ちゃんじゃん、かわいい、ありがとうございます、ありがとうございます、猫ちゃんやばい、猫ちゃんありがとう あ、ごめん嬉しい、私猫顔ってずっと言われたくて、なんかよく犬飼ってそうな顔してるねって言われるから、猫顔って言われるとすごい嬉しいまあ犬顔的な感じで言われるから、なんか嬉しい猫顔、あごめんね、ダイパーしちゃう、どうしよう、力が抜けるんだよね、え、ほんと？あおちゃんにハマってきたの？え、めっちゃ嬉しい、それは、マジで。なんかさ、今日さ、めっちゃさ、その、悩んでたんだよね。その、ファンを増やしたいけど、なんかどちゃらこうちゃらっていうのをずっとお母さんと話してた。私ってさ、ショールームめっちゃ頑張ってる、ショールーム頑張ってファンを増やしてるのに、増やしてるからなんかグリルグリル会議してました、こんばんは、ありがとうございます、どんどん増えていくといいんだけどねいいんだけどね、なんかして。ファンをいっぱい増やす目標です、前座って言ってもさ、なんかずっと同じ曲をしてるからさ、なんかなんていうのかな、あんまり変化がないというかな
飽きちゃうじゃん、皆さんも同じのをずっとやってると。しかも私なんか全部の曲が同じポジションだから、ずっとだからなんかソロとポジション変えたい自分で変えたいって言ってもどうにもならんけどげ、なんだと。なんだと、なんだと。チャットありがとうございます。チャットは返信見れ、あ、間違えた、見れないわごめん。チャットありが、チャットありがとうございます。すごいいつもつまんないけど、なんか すいませんね。そう、ポジションも覚えなきゃいけないんだけど、今はやることがあってそれどころじゃないです。はい。でも何かがいるは他のポジションも覚えたんですけど、なかなかそのポジションにならなくて、なんかずっとセンターで見、なんか申し訳ない。ちょっと忘れちゃった。あれ、今私なんて言ったっけ、なんか4つしたことがあったんだけど忘れちゃった。バー、忘れた、言おうとしてたこと。暴れてる。君のこと見ていた、好きなんだこっそり。ねえ、報われる日は必ず来てほしいですよ。本当に頑張った努力が報われないとかそういうの本当やだ。頑張ったのに努力が報われないなんて、そんなの嫌違います。お姉ちゃんの服じゃないです、安心してください。お姉ちゃんの服です。そう、この服はお姉ちゃんのです。そう、お姉ちゃんの可愛い、お姉ちゃんはね可愛い服をもう一切持ってないので、もう全部ストリート。ちょっとだけお気に入りの服知ってる、だけどお姉ちゃん持っていかないから私が着ます。ここに置いてあるお姉ちゃんの服は、イコールもういらない服なので着てます。お姉ちゃんが自分のお家に持っていかないということは、あの着ていいっていうことだから、着てるの、ちゃんと着こなしてる。私がお姉ちゃん着ないから優しいでしょ。お姉ちゃんこの服も喜んでるよ、お姉ちゃんが全然着ないからね。そうだよね、よしよしよし。え、なんで冬の服は持ってたじゃん、全然お姉ちゃんのお家にあるじゃん。言い訳はいいわけ、本当にお姉ちゃんよくないよ。冬服ね、全然お姉ちゃんのお家にあります。冬服置いていったって今言ってますけど全然あります、持って行ってます。
こうするとめっちゃあったかい、なんか蒸気がこういうさ首のやつあるよね やってみたかっただけ。なんか喉がおかしいんだけど、ちょ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 私アイソレできるんですよ、ダンス習ってたから。アイソレーション。ごめんね、食後だからさ痰が詰まるんだよね、ごめんね。お姉さん何が？二重顎だって。お姉ちゃん二重顎だって。こういうこと？でも私もできるよ普通に。ねえ、何言ってんの？私なんか顔がシュッとしてるんだから二重顎なんか全然作れないから言っとくけど、お姉ちゃんが私に二重顎って言ってきたんです。ひどくないですか？お姉ちゃんの方が二重顎だし、人のこと言えないし。そう、今は作ったの、ただ作っただけ、作ったからできてるわけで、全然私は二重顎なんかじゃない。ほらもう美しい姉ちゃんってひどいよね本当に。幸せのパンケーキじゃないから、取ってないもん私。でもなんか本当に今日はめっちゃ小顔って言えるかな。いつもはなんか顔がめっちゃ丸っこいんだけど、今日はなんか朝からすごいシュッとしてた。こっちがめっちゃシュッとしてる気がする。なんか今日はね、いつもは丸っこいんですよ顔が。むくみってさ、多分日によって違うんじゃない？え、丸くない？本当？そうだね、塩分取りすぎだとむくみますよね。そうそうそう、前日に何を食べたかでさ翌日むくむのが違ってくるから。でも昨日何食べたんだろう、全然お水とかは飲んでないけど。
あ、ガツンとみかん。え、皆さんガツンとみかんのグミ食べましたか？あれめっちゃ美味しいよ。まあ、ありがとうございます。食べてない？あ、え、見つからないの？何それ。何それ、なんて。見つからないんだ。へえ。あたいスーパーで買ったよ。おお、みかんね。あれさ、あれってレアなのかちょっとよくわかんないけどさ、あのでっかいやつすごいなんかいいよね。アイス、アイスなんかあったっけ。ちょっとアイスは食べたことないけど。あ、書いてあったんだ、レアって。へえ、私よく見てない。よく見てない。コンビニじゃなくてスーパーの方が売ってるかもしれない。え、私コンビニなんか行ってないよね。確か行ってないはず。みんなコンビニで買ってる、探してるけど、多分コンビニとは名乗ってないはず。はい、そこら辺にいてください。行ってみてください。あるかもしれません。あと私のおすすめのグミは、あ、本当？グミの売り場見るようになりましたか。それはいいこと。いいこと。あ、果汁グミめっちゃおすすめです。あれめっちゃうまい。果汁グミはめっちゃおすすめ。何味でも美味しいよ、あれは。でも私がハマってんのはグレープ。まあ、ぶどうが好きだからっていうのもあるけど。本当に果汁グミ美味しい。なんか普通のグミとは違うんだよね。本当に果汁って感じ。美味しい、あれ本当に。最近久しぶりに食べてなんか美味しく感じた、めっちゃ。その濃いピンクの物体、これ、これブラシ。ピュレグミね。ピュレグミも美味しいんだけど、なんかなんていうのか、しょっぱいやつがついてるのあんまり好きじゃなくて私。そう、フィットチーネも美味しいんだけど、その酸っぱいのがついてるのあんまね好きじゃない、好みじゃない。実を言うと食べれるっちゃ食べれるんですけど、全然だけどちょっと苦手。しょっぱい？酸っぱいか。なんでしょっぱいって言ったんだろう。酸っぱい。梅干しみたいな顔するよね。しょっぱいグミ。ウケる。あと3分だ。いやー、大丈夫ます。
13位ムトムさんありがとうございます。12位夢中部長増田恭平さんありがとうございます。11位村上聡さんありがとうございます。10位まこつさんありがとうございます。9位ななしさんありがとうございます。8位じんさんありがとうございます。7位めがねさんありがとうございます。6位ビッグラブ子さんありがとうございます。5位リュウマさんありがとうございます。OK。 4位タカチオピピピさんありがとうございます。3位竹蔵さんありがとうございます。2位ゆめちゃんありがとうございます。そして1位お金持ち先生さんありがとうございます。みんなクエスチョンだよね、ごめんね。私時々喉が鳴ることがあって、それを防ぐというか鳴りそうだったから今こうやってならないようにしてた。ザビエル？なんで？はい、ありがとうございました。んたたかたた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 た。はい、今日はちょっと短かったけど見てくださって見てくださりありがとうございました。また見てね。YouTuber みたい。あ、これって言っちゃダメなんだよね。ま、今のは忘れてください。はい、バイバイ。バイバイ、ありがとうございました。